どうですか、美味しかったとか食べた人います、食べたよっていう方います、あ、食べたんですね、パイナップルの色してるさ、そこのお姉さん、じゃあどうしようかな、前の方、どんなパイナップルの色食べたんですか、今回食べた、食べた、普通のパイナップル食べたんですか、試食、そうなんですね、めっちゃ甘かったでしょ、全然違うよね、いやもう本当にね、今回このパイナップルフェアで私が一番このなんか気になってたのは、この前ワンステージ目の時に試食したアイスクリーム、そう、これもねめちゃくちゃ美味しいから、ぜひ一回食べてみてください。あとパインスカッシュっていうジュースもめちゃくちゃ美味しそうだった。まだ私飲んでないんですけど、ライブ終わってから飲もうと思ったんですけど、この中に冷凍されたパイナップルが入っていて、食べたらシャリシャリしててめっちゃなんか美味しいみたいなんですよ。で、涼しくなるみたいで、まあ見た目も本当に涼しそうな感じで、夏にはぴったりのものなので、ぜひ今日、もう今日がラストデーですかね、皆さん、はい、皆さん今日はいろんなものご賞味いただいてから、ぜひパイナップル楽しんで行ってください、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、そうですね、じゃあどんどん私のステージを進めていきたいと思いますけれども、続いての曲がですね、私のオリジナルソングとなっておりまして、この曲はまだ CD には、なってないんですけども、皆さんにこう、お届けしたい